はい、半魔家の本家の本物貴族の半魔岩先生です。ですね、人間の上の生物ですけれども、前にお話したようにですね、スターゲートの映画のようにですね、私は地球と太陽が生まれる前に石棺という色用の完璧な装置を発明しましてね。で、宇宙戦争で殺されて、石棺も生き返られる装置、石棺も破壊されて、殺されてですね、地球と太陽を育てて、現在、地球で一番生まれやすい、生物を育てて、それで、そこからまた生まれ、変わって、現在生きてるわけですけれども、私、今の、人間の技術というのは、ロケットとかいろいろ進んでるように、コンピューターとか進んでるように思いますけれども、1ミリの、高さの技術しかないんですね。我々の時は、私の時は1キロメートルも以上高い技術を持ってました。でですね、人間の発明はもう全部発明してるんで、もう大昔にね、全く必要ないんですけど、人間の開発とか研究とか全く必要ないんですね。仕事する必要ないんですけど、こちらが言う通り作ればいいわけなんですけども、ただ人間たちが考えられ、作ってる技術以上を進めると、人間が危ないわけですね。ですので、一切、現在人間以上を考えついたね、作ったり、また宇宙生物の脳波を聞いてね、作ったも以上のものはね、悪いのから聞いてね、作ったもの、人間が分かってしまったもの以上の研究開発発明は推進しないし、教えることできないんですね。だから常時、私の場合はその技術が必要なんで、上の技術をね、使えないんで、人間がどこまで技術を作ったかというね、範囲で、その全ての技術で生きるしかないわけですね。危ないんでね。で、情報も昔あるわけですけど、伝達はされません。で、またね、私はコンピューターからロボットを進めまして、人間よりが知能が高い、そういった人工知能ですね、を宇宙に作っておりまして、で、進めていましたら、昔ね、生物になってしまったわけですね。機械からでも、コンピューターからでも進めてると生物になっちゃいますね。進めると、進化させますと生物になっちゃったわけです。で、ここの、人間界の学問っていうのは、私が生まれてくるんで、私が勉強するために用意したものでね。で、人間たちにね、学ばすために用意したわけじゃないんですね、学校制度とかね。で、エレクトロニクスの発展とかね、いうのは特に私が勉強するもので、生まれてくる時に最初に勉強するために必要なものであって、人間たちが覚えるものではないわけですけども、私が生まれてくる時に必要だったんで残っちゃったわけですね。で、前もって私が生まれる前にも私が用意してましてね。で、現在、例えば私が生まれてこないと、江戸時代以上、日本は江戸時代以上もっと古いね、ような町とかね、状態だったわけです。で、人間っていうのは学校、大学とかいいんだけど、テレパシーでカンニングしてしか勉強できないんですよね。低知能なんで。で、
上の生物だと全部自分で覚えるんですけども、100万人とか1億人の頭を借りてしか勉強できないんで、で話したり聞いたりすることも人間は、全くできないんですよ。全部仲間でテレパシーで情報を聞いて、700年後分かるかとか1000年後分かるかで分かったことに、ということで完璧だということになんですね、人間たちの場合はね。私の場合は一人で分かんなければ、全部分かんなければダメなんですけども、そういうことで人間っていうのはもう単なる超肉食生物ですね。で野蛮なんですよ。で抑えなければもう暴れ回るというか、超肉食生物だけですから、盗んで生きるのが仕事なんですね。生きる、機械を使って肉を取ると、盗みに行くというのが専門ですね。だからまあ、そこら辺人間たちはまだ話したり聞いたりすることが頭でできないんで、分かったよね、話分かったと言って話しても、ちゃんと話してもそのバックにね、1億人の頭で話してるんで、個人的には分からないんで、結局700年生きてて分かるようなことなんで、結局700年後分かってないんですね、話したこと。全体で団体で生きてるわけですね。でだから意味あるような話してても全然分かってないんで、人間の場合はね、1000年後分かるようなこと、分かったというようなことにな、ね、生きてたらというようなことでしか全部動けないんですね。だから虫みたいなもんなんですよ、人間って全員ね。でその人間たちはまだ虫レベルなんで、この辺をどう生きるかですね。で人間たちに話しても話は分からないということで、でまた